緊急事態のバルセロナ、爆速でゴールキーパー緊急補強。ボイチェフ・シュチェスニーがバルセロナへ移籍、ポーランド人ゴールキーパーがフリーエージェントとして加入する契約が成立。シュチェスニーは引退から復帰し、バルサと1年契約でテアシュテイゲンの後任となる。近日中にスペインでメディカルテストが行われる予定。シュチェスニー、バルサ契約か。シュチェスニー来るってことはレバンドフスキが覚醒するんだな。なるほど。引退してから1ヶ月で電撃復帰してバルサ入団とか。さすがにテアシュテイゲンの穴埋めるの早いね。やっぱペーニャでは不安だよな。わかるけどペーニャも複雑よ。バルサよくやった。シュチェスニーなら穴埋めどころか立派な補強だよ。テアが大怪我した時はペーニャで行くしかなくなると思ってたけど、ブラボやナバス含め多くの大物選手が手を挙げてくれて、最終的にシュチェスニーを獲得できた。しかも冬の市場待たずに、迅速な対応ができたフロントも良かった。レビもお願いしてくれたのかな？とりあえず本当に安心した。逆にこの展開からペーニャが覚醒してスタメン脱出したらおもろいんだが。